さあ始まりましたー。はい、勝手に始まってますこの企画ということで、いやマジありえないよ、本当に行くなんて。本当に僕実感ないです。マジどこ行くかも何も分かってないからね俺。まあでもただ一つ確かなのはグランドキャニオンに行くことは確か。おお、いやそりゃそうでしょ全部秘密で行くから。全部秘密ね。めっちゃ楽しみ。楽しみだね。お金は心配だけど勝手に全部取った。そう勝手にチケット買って請求だけするはみたいな。まあということで楽しんでいきましょうこれから。ではね、早速僕たちのエピソードキャニオン始まりましたということでね、一緒に楽しんでこの無茶な企画をやっていきたいと思います。では行きましょう。はい、ということでやってきたんだよね。ここだよね。知らなかったけどバスでカナダからアメリカ国境を渡るらしいです。イエーイ。俺ちゃんと調べたんだよ俺は知らなかった。めっちゃ安いんじゃない？テンション上がってきた、やばい。ここがあれでしょ、なんかバスターミナル。そうバスターミナル。こっからバス乗ってどこに行くんだっけ？シアトルにバス行きます。バスターミナルから出発してバンクーバーからシアトルのね街へ国境を越えていきます。何説明してんの？俺が説明しただけや。来ただけだろ。そうやった説明してくれよカメラ。ごめんなさい。チケット取ってきまーす。はい、ということでチケット買いました。チケットなんと24ドル。やばくない？やばいね。めっちゃ距離あるね、バンクーバーからシアトル。6時間ぐらいだよ。やばい。今から夜行バスでシアトル、バンクーバーからシアトル夜行列車で夜行バスで行きたいと思います。来ました、国境です。もうすぐアメリカ国境のとこ。やば。じゃあね、今から国境バス降りてね、多分検査をねすると思うんで。その髪型じゃ捕まるよ。この髪型じゃ怪しまれるよバス降ります。結構混んでんね。はい、入国できた。イエーイ。アメリカめっちゃ霧すごい。やばい。めっちゃ霧すごくない？これも国の機関が送り出したエージェントによる仕業か。それは嘘。もうすぐ着くシアトルに。シアトルもうすぐ。やばいじゃん。はい、ということで着きました。シアトル来ました。アメリカついに。イエイ。バス長かったねマジで。ということで今からどこ行くんだっけ？空港に行きます。空港、もちろん空港です。空港に知らなかった。いやいいね。いや着いちゃったねシアトル。どうしたんですかキヨ先輩？勝手にさチケット、俺のチケット買ったよな。名前間違えただろおい藤木ってなんだよ。藤木だよ。なんかした俺したよ。名前間違ってて俺ね別室に連れて行かれて拷問はやばい。拷問尋問30分受けたからね。ごめんマジで。しかもこの髪だから。それは俺関係ないよな。でその後法案入って検査を受けてる時、なんかあいつ怪しいみたいな誰かに言われて、なんか別室連れて行かれてスキャナーみたいなやつ取って、武器を持ってないかみたいに言われて、持ってないわ武器とか持ってないわとか言われて、こうめっちゃ触られて、温かそうなセーターだねって言われて解放されました。誰のせい？いやこういうのを求めてたんでしょ確かに面白いけど。でみんな聞いてください。今日今ね、はい今なんと朝の1時になろうとしています。深夜の1時。フライトはね朝の7時ぐらいで、今日どこに泊まるのって聞いたの。ホテル予約したなんて言ったの。空港泊。いや当たり前でしょ。まあそうけど当たり前。ホテルとか何様よそうだな、やばい俺ちょっと甘ったれてたわ。本当よダメだわ。なのでもう今日は疲れたのでもう寝ようと思います。おやすみなさい。4時間だよ、4時間睡眠。あ、いたいたいた。寝てますね。疲れた顔ですね。はい、ということで、はい、カナダはね、カナダじゃないか、シアトルは6時半でございます。いや、空港でね、夜を明け、マジで疲れました。お疲れ様です。いってらっしゃい。空港出たら早速ギャンブルマシンが大量に並んでます。いや、マジさすがね、ギャンブルの街ラスベガスで、今から何するんだっけ。今から、ラスベガスの街を観光します。ラスベガスの街を観光。はい、ということで、まさかの今日一日観光ということで、やばい、楽しみ。早速ね、観光、ラスベガス観光していきたいと思います。行こう。サングラス忘れた。これにする。やっぱこれにする。ということでここに来たのはね、カジノするためじゃないからね。そう、カジノしに僕たちはラスベガスに来たわけではないよね。そう、何しに来たんだっけ。グランドキャニオンに一番空港が近いからでしょ。そう、そのグランドキャニオン、日程を、予定発表したいと思います。俺マジ何も知らないからね。なんとまずグランドキャニオン、今から4日間行きます。は、4日間行くの。そう、やば。4日間どうやって行くの。4日間、どこに泊まるの。そんな何もないでしょ、砂漠の真ん中とか。そうなんだよね。ということで、俺考えました。考えた。やばいの来るぞこれ。やばいよ。何キャンピングカー。は、マジやばい。借り入れたの。しかも借りたの。やばいじゃん。まあ、やばいでしょ。キャンピングカーでグランドキャニオン。そう、やばい、それ最高じゃん。合計1500キロとか。1500キロ、4日間で。やばいよ。やばいやんそれ。今からも。今から。やばい、マジで。やばい。いきゃ、イエーイ。まあそれで、まあ今は、今日はまあ来たばっかりだし。そうだね。で、結構遠いから日が暮れちゃうから、夕方今から借りで、今日はこの辺をまず観光と。お、この辺観光するとこ。観光して。おお、やばい、楽しみ。やばい。夜とかやばいよね。やばそう、マジやばそう。で、その上で明日の朝早起き。おお、来た早起きして。で、グランドキャニオン出発っていうこと。グランドキャニオンに向かいます。やばい。最高じゃん。で、キャンプしながら途中で。ドライブしながら。ロードトリップ来たー。いいね。最高、マジで最高。めっちゃ楽しみ。本当だよ。やばい、楽しみでテンション上がってきた。めっちゃテンション上がってきた。やっちゃうよ、もう。行こう。はい、来たよ。ということでキャンピングカー借りていきたいと思います。行こう。やばいな。行こうぜ、めっちゃ楽しみ。やっちゃったねーまたお前やっちゃったよ、勝手に。ほんとやったよお前。これさ、やばい。これはマジでやばい。これいくらかかると思ってんの。まあ、いくらかかるとか関係なくさ見てよこれ。じゃん。いやー、ちょっとね、ガチのキャンピングカー借りてんじゃんみたいな。マジもう、まあやっちゃったものはしょうがないということで、早速ね、室内ツアーをやっていきます。よいしょー。こちらが僕たちが掃除するコックピットでございます。コックピット。おー、やべえ。でございます。クラップたくさんある、ね、見て見て、ほこり汚な、やばい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 、僕のベッド、イエイ、うわ、おやすみ。そしてここがね、まあソファー、ダイニング、まあリビング、ダイニングで、ここがあのあれ、キャビンアテンダントが座る席、ああ非常ベルトです、非常ベルトついてる席で、ここがまあエコノミークラスということで、これはね、カメラマンさんがね、寝るベッドになっちゃってます。そしてこちら来てください。こちらなんと最新器具、電子レンジ、やば、素晴らしい電子レンジが入っております。やばいね。だがそれだけじゃない。こちらを見てください。ザン、冷蔵庫&冷凍庫。いやー、冷凍庫もついてんの、買っちゃうよ、フルーツいっぱい。そしてここがね、まあキッチン、シンク、キッチン、シンク。俺も気合入ってきたよ。いいね。はい、そしてこちらがトイレ、シャワー。めっちゃでかくないみたいな。シャワーとトイレ。普通のあれ、シャワーみたいな。てか、この一つの車の中にこんなにさ、生活できる施設が揃ってるの、すごいね。うん、高かっただろうね。あなたも払いますよ。ということで、なんと今ね、じゃん、コストコじゃなくウォールマート出ました。ウォールマートのね、駐車場に来ております。はい、出たね。なのでね、キャンピング4日分よ、キャンピング4日分のね、食べ物、食料を今から買いに行きたいと思います。節約行くぞ。何買う？毛布いるね。そうなんだ、ブランケット。はい、来た。食品コーナー、もうどんどん飲み物買っちゃいます。コーラもうドクターペッパー、もうめっちゃ買っちゃいます。飲み物やべえよ、やばいよ。水めっちゃ買います。32本買いました。いくらそれで？$4。$4、500円ぐらい。はい、ということで買っちゃいました。はい、ということでウォールマートでね、買ってきました、食べ物。じゃーん、やばいね、やばいよ、めっちゃ買っちゃったよ。大量に水40本ぐらい買って、いろいろ飲み物やばいし、パンとかパスタとかいろいろ買いました。今日はね、今から夜ご飯を一緒に食べていきます。また来ました、ウォールマートのチキン。もう何度目？